はい、どうも皆さんこんにちは、ゆきあみです。新しいね、イベントの方が発表されましたんでね、今回ガンダムバトルオペレーションネクスト動画ちょっとだけ出していこうかなと思っております。こちらですね。管理局よりキャンペーンのお知らせ。お前も機嫌良さそうだな。じゃあ行こうか。キャンペーン予告、ガンダムバルバトス第4形態登場となっております。2016年9月15日14時から2016年9月29日13時59分までの開催期間となっております。いやー、第4形態来ると思わなかったな。まず第3を先になんかするのかなって思ってたんですけどね、さすがにやらなかったか。ガンダムバルバトスの方はね、以前、ガンダムブレイカーの方かな、3か、ガンダムブレイカー3の特典でガンダムバルバトスの第3形態がね、このように購入特典でこうついてたんですけど、まあ今回ね、それすっ飛ばすような感じになるんですが、まあ新しいイベントとして第4形態とキャンペーンのお知らせです。楽しみです。ちょっとやっぱり第3はね、私格闘機としてはちょっと苦しい期待だと思ってるんで、やはりねこの第4形態にかなり期待したい。動画説明欄の方にね、どんなような機体なのかちょっとこう紹介の、動画の方ね、プロモーションビデオかな、ありますね。そちらの方リンク先貼り付けておきます。あとはまあ多分このバルバトスの第4形態なんですけど、まあ私あまりイベントの時とか最速で上げるつもりとか作っていくつもりはあまりありませんので、まあ至急でちょっと様子見ながら、まあ早く作れればまあ1週間ぐらいで多分作れるんじゃないかなと思います。あとはそれまでまあ他の動画とかね、ちょっとランクマッチの終盤で収録した分でなのか賄っていこうかなと思っております。あとはモジュールボードなんですけど、まあ最近ねこういうビーム貫徹力プラス49ってちょっと変わった構成のものもね完成しましたんで、まあこちらをね何かしらの機体でね遊んでちょっと1本ぐらいは収録で出していきたいなと思っております。はい、それではね、次回ガンダムバルバトス第4形態のイベントということで、皆さんぜひね、みんなで頑張って手に入れましょう。またねイベントの時とか戦場でお会いすることも出てくると思いますんで、その時はよろしくお願いします。それでは失礼します。